屋の方というのはこれから午後であります第一指定型、第二指定型全部つながっている土台の方です。先ほどやった基本がね、この平安初段から皆全部につながっているわけですから、その通りきちんとした基本で演武できるかどうか、これがね、ここがポイントになります。はい、それではポイントの1つね、聞きますから、はい、1はい、ちょっとお願いします。皆さん知ってください、小道館だから、はい、1、はい、1、後ろ足見てください。この後ろ足ね、実は、和道の高橋とか高級の場合は、上足底というのがあるんですね。ここがちょっと見てほしいんですけど、一発目から、ね、何も指導して分からない人はどうですか、はい、1、この足。こういうふうに、ね、いいですか、同じですけど、かかとがもう擦れるのもあるんですよ。でも初等間の場合は、この最初の言うけど、ね、さっき言ったように、床を押さえつけてやる。一番最初の入門の方ですが、そういうことで、ね、後ろの方は、しておいてくださいね。はい、はい、じゃあやります。1、はい、こちらですね。2、はい、3。この後ろの方がいいですね。かかとは上がらないのが大事ですよね。このポイントですよ。かかと上がってないかどうか、回るときにね、かかとが上がる人が多いですからね。そう。はい。もうちょっと手伸ばしてください。はいはい。肩の高さ。ね、肩椎と言います。これは、手を、はい。手を握られて、こういう感じね。はい、握られて、はい。足半歩寄せて、はい。そこで、鎖骨を攻撃、頭じゃないです。基本型の場合は、高さ的にはですね、この肩の高さですが、ちょっと曲げてますから、伸ばしてませんから、ね、いいですね、これはもう、高さいいですか、はい、えっ、普通通りですね、はい、3、4、この手の位置、地上につながりますよ、これがこう連れていくところはダメですよ。基本にそういう人、結構高段者でも現地でもありますから、いいですか、はい、この位置、一番基本ですよ、1、はい、これは同じリズムでやってください。おそらくね、皆さん、緩急つけてるときに、1、2、3ってやっておりますが、一番基本的な方なので、いわゆる和道とか足と一緒なんですが、ここは同じリズムで、1、2、3と、一番入門用の方なので、そういうふうに。してますので、そういうふうに試合に出てやってください。はい、大丈夫です。そこを聞くためね、はい、えはい、え、さあ、し、ろ、ろ、えち、はち、はい、ここも同じリズムです。いいですね。上げ上げのところ3回も、後ろの順突き3回も同じリズムです。